FNS チャリティキャンペーンは、1974年より、富士ネットワークが主催するチャリティイベントである。同キャンペーンは、国際連合児童基金の協賛を得て、主にアジアアフリカの児童の飢餓救済を目的として、アジアアフリカの恵まれない子供を救おう、というメインテーマで、毎年、特に支援する国、地域と年度テーマを掲げて、視聴者からの募金を募っている。 2008年からはアジアアフリカ以外を含めた世界の子どもたちに支援の輪を広げ世界の子どもたちの笑顔のためにというテーマを掲げて展開している毎年支援国における実情課題について取材しテレビ番組として紹介しその後系列各局のチャンネルを通して募金を呼びかけている特に2003年から2009年はチャリティ共産番組として 世界がもし100人の村だったらおシリーズで放送した。また、大規模な災害、戦災が発生した地域については、通常の支援に加え、緊急支援として募金を募っている。過去の例として、1992年の中近東の湾岸の環境浄化、1993年1994年のソマリア危機、1999年の コソボ難民救済とトルコ大地震2001年のインド西部地震とアフガニスタン難民救済2004年2005年スマトラ島大震災2006年のパキスタン地震2007年のペルー大地震とバングラデシュのサイクロン被害2009年のサモアスマトラ島台風とチリ大地震2011年の東日本大震災などである出展出展 FNS チャリティキャンペーン事務局は、フジテレビジョンに在籍している、ABCFNS チャリティこれまでの支援国、ありがとうございます。